ふう、だいぶ形になってきましたね。うむ。こそこそ設計を始めてから、2週間くらい経ってるからな。今回は随分大掛かりですね。タイタン、ケルベロスに続く、第3の大型惑星開拓車両。それが、この、カロンジェ。久々の大型マシンですね。このカロンは、中堅の過去の惑星サバイバル技術を、惜しむことなく投入し設計した、エイリアン惑星開拓用の大型移動基地と思ってもらえば、大体合っとる。大体っていうか、毎回そんなこと言ってません。全長およそ100メートル。このゲームの世界では数百メートル、下手すりゃキロメートルレベルの艦船がボロボロしているわけじゃが、ソロサバイバルで運用してるためにはこれくらいのサイズが実用範囲内だと判断した設計じゃな。は？動画初期に登場した大型車両、タイタンと比較すると、こんな感じ。え？あれよりでかいんですか？カロンの基本コンセプトはタイタン2と呼んでも過言ではないのじゃが、サイズだけで 1.5 倍くらいある。同じ目的なのに、随分形状が違うんですね。タイタンはだだっ広い甲板に、後から作った機体やギミックを並べる狙いがあったわけじゃが。今は小型船のサイズがだいぶ規格化されておるから、補完として必要な機能を盛り込みやすくなったわけじゃ。運用する機体のサイズが分かっていれば、専用設備を作りやすいわけですね。そのため、カロンでは地上車両6両、航空機12機を同時に補給できる上に、各種固定ポイントをフル活用すれば、想定では合計30機近くの小型船を運搬、運用することが可能じゃ。ただ乗せるだけじゃないんですね。多分できると思う。多分って言われても困りますよ。さて、ここからは設計手法のお話になるぞ。めんどくさそう。今見ているのが、カロンの設計最初期段階の画像じゃ。この構造は、ハウンドっぽいですね。まず、地上車両の肝となるホイールの配置と、内部生産設備の試写選択を最初にやっているわけじゃな。これによって船体サイズや重心が決まってくるから、とても大事な工程なんじゃ。ホイールの内向き構成は博士のお気に入りなんですかね。地上でのギャップ対策というのもあるが、船体の四隅にギミックをつけるスペースが生まれるという利点があるかなと思って。艦載車両の昇降やクレーン作業のためのスペース確保も兼ねているわけですか。まあ、ホイールの数を増やして、その分前進する力を稼ぐ意味もあるかな。シャーシ部分が大体できたら、この時点から走行テストはそこそこ始めておるぞ。まな板が走ってる。ステアリングの最大角度や配置の調整もしたので、さっきのスクショとは配置がちょっと変わってるんじゃけどな。行ったり伸ばしたりが簡単なうちにテストしておくわけですね。後から不具合が見つかると、結構大変じゃからな。そんな感じで修正をした後にじゃな。本当にどこが変わってるのかわからないですね。上甲板となる板を張ってじゃな。ただのまな板にしか見えないですけど。ああじゃないこうじゃないと思ったり削ったりしながら、全体の形状や、主要な設備用のコンベア配置などを決めていったわけよ。まな板なのは変わってないですけど。環境やクレーンは早めに作っておきたかった感じかな。この辺からモチベが怪しくなってくるから、大好きな内部設備の制作をしてじゃな、いい感じのスクショをツイッターに上げたりして、さらに作業に没頭する毎日じゃ。なんというあざとい戦略。さすがにまな板のままだと、味気ないにも程があるから、船体中央部より後ろには、重機用の設備と第二環境を設置した。まな板という自覚はあったんですね。デザインの概要はだいぶまとまってきた感じですかね。また、内向きホイールはデザインに特徴を出しやすくてじゃな、大きな自重を支えるだけでなく、静止での走行でもかなり強力に前進することが可能じゃ。飛んだ。じゃが、この状態から各種設備やコンテナの積載が増えたりするから坂道での前進には大型水素スラスターが標準装備じゃ。まあこの車両でこのクラスの山を登ろうというのはあまりなさそうですけどね。うむ。じゃが経験上このクラスの車両にはスラスターは必須でな。念のため、大型水素スラスターは1個追加して、合計2機を装備することとした。
この角度の山を登ろうとするのはほとんど飛んでるのと変わらないですよ。まあ一気でも道を選んで助走をつければ大抵の地形は超えてくれると思うんじゃけどな。せっかく関西機を積むんだからちゃんと偵察してから進みましょうよ。もうちょっとホイールにパワーがあると助かるんじゃけどな。とはいえ走行性能については今のところこんな感じじゃ。サバイバルでどこまで行けるかが課題ですね。さて、ここからは各種装備のお話じゃ。なんですかねこのボタン。上を見ろ。ソーラーパネルが。移動拠点の最大の課題は電力確保なんじゃが、このカロンでは、展開式ソーラーパネルを採用してみた。ほほう、見た目はなかなかいいですね。普通、走行時にこんなに広がってたら邪魔で仕方がないが、基地として停止している間はこのようにじゃな。広く展開して、少しでも電力を確保するのが目的じゃ。意外とバタつかなくて、スムーズに動きますね。走ってる時はこのように畳んでおくことが可能じゃ。ヒンジ2個でどこまで安定させられるかが気になりますね。走行中はあんまり動かしちゃダメじゃぞ。もうちょっとパネルを増やしても良さそうですね。サバイバルでどうせ作り直しになるから、その時ちょっと工夫してみるか。あと、パネルブロックを使って、ちょっと収まりを良くしてみた。こういうとこだけ頑張るんだよな。この巨大なソーラーパネルの下は、車両や航空機のメンテナンス区画になっておる。高さ調整が可能なコネクタが6基と、後ろに航空機用のコネクタがあるんですね。そうじゃな。中央に島を作ったことで、この辺の設備を作る場所が作りやすかった感じじゃな。お、高さはぴったりですね。一応、設備は木のボタンパネルで、個別にピストンを上下させられるから、車両に合わせて都度調整するんじゃな。今は一応ハウンドのコネクタの高さに合わせてあるんですね。まあ、これくらいの配慮があれば、今後も十分じゃろう。船体後方は航空機用じゃな。ちょっと手狭な感じはしますね。現行の小型機を基準にしてるから、かなり狭いけど一応止められるぞ。まあ、補給時以外は簡単にでも固定しておけばいいんですけど。さっきのソーラーパネルを展開してるから、屋根がなくて若干は意外とやりやすいと思うぞ。本当かな？後部区画には結構おまけがあってじゃな。おまけとか好きですよね。両舷の階段を降りた先に、クレーン操作用のコックピットがついておる。ああ、ここから操作するんですね。そうじゃ、このクレーンで修理や解体を行うと同時に、例によってマグネットプレートがついておるから、これがあれば地上車両を下に下ろしたり、甲板に吊り上げたりできるわけじゃな。ああ、車両の積み下ろしはクレーンでやるんですね。使わないときはこうやって、船体後部のコネクタに近づけてやってじゃな。コネクタをロックしてやれば、走行中にバタついたりしないというわけよ。なるほど、クレーンにタレットもつけてるから、こうしておけば、高い位置に常にタレットを置いておけるわけですね。隕石対策や対空防御のために、位置調整可能なタレットがあると、これだけで便利じゃろ？まあ、逆に壊されたら致命傷になりかねませんけどね。車両が地上に下ろせなくなっちゃいますよ。まあ、安心するがよい。え？船体両舷に、車両昇降用のエレベーターをつけておいたから、これも使って車両の上げ下ろしをすればよいのじゃ。なんかちょっと遊園地のアトラクションみたいですね。工夫した点としては、ビッグ M を作った時の経験から、床をパネルで作って軽くしたことかな。タイヤの隙間を縫う感じで動くから、ちょっと怖いですね。左舷側のエレベーターはまだ調整中じゃからな。出来たてほやほやかよ。あれ、下まで行かないですよ。ああ、このエレベーターは2段式なんじゃよ。ほれ、このボタンを押すとじゃな。あ、ピストンが伸びますね。タイマーブロックを使って自動化した方が良くないですか？いや、作るのが大変じゃし、手動にすればこの中2階に車両でアクセスできるからな。あえてボタン操作にしておるのよ。ほんとかな？これ、遅くないですか？このくらいの速度の方が、揺れや事故も少なくていいんじゃ。これが経験というものよ。低い中3歳ですね。はい、到着。ぴったりじゃろ。パネルブロックは薄いだけじゃなくて軽いし、一方向を開けてやるだけで、噛み合わせが結構いいですね。じゃろ。こんなクタクタデザインでも、ぴったり収まるから便利じゃよな。ぴったり。ぴったり。
車両用の設備はまだあってじゃな。船体前方にはマグネットを使った台座を設置してある。車両を固定して砲台にできるというわけですか。そういうことじゃ。このように、船体上からアサルトキャノンをぶっ放しても、ひっくり返ったりしなくて済むんじゃ。プルンプルンしてますね。ホイールじゃなくて本体を固定したいところじゃけど、そういった装備がなくても固定できるのが強みじゃからな。まあ小型機全部につけるのは大変ですからね。この、固定するというのは移動型拠点ではとても大事なんじゃ。そうなんですか？これはテスト時の映像じゃが、調子よく飛ばしてる時に引っかかったりするからな。これはひどい。じゃろ？マグネットでもコネッタでも、何でもいいから艦載機の固定は必須なんじゃよな。これも経験なんですかね。だいぶ見えるを飲まされてきたからな。対策は十分じゃ。あらや、無事だったマシンは固定していた機体だけですね。逆に固定さえしていれば、かなりの衝撃に耐えてくれるけどな。思ったより大事なんですね。それと、小型車両をコネッタに繋いだまま遊ばせておくのももったいないしな。こうやって防衛用に固定しておくことで、普段から役に立ってもらおうという下心もあったりするぞ。このマグネット台座、干渉用の土台としてもいい感じですけどね。普段オートロックは切ってあってじゃな。脇のボタンパネルで簡単固定できるのも、いいところじゃ。珍しくいろいろ考えてるんですね。さて、機能が満載なこのカロンジャが、船内設備もそこそこ充実させてあるぞ。そこそこってどういうことだよ。ああ、まずは第一環境というか、メインの操舵室のご案内じゃ。基本は選手がメインのコックピットなんですね。うむ、走行に適してる位置にあるからな。正直ちょっと開発初期段階とあまり変わっとらんのじゃが、走行時の視認性を意識した作りにはしたつもりじゃ。機密されていてベッドとかもあるからまあ、長距離の運転は快適にできそうですね。そうじゃな、今のところ特筆するような機能はないんじゃが、今後のサバイバルで追加していけばいいかと思っとるぞ。いやそれだと私がやることになるんですが。さて、次は艦隊中央に位置する、第二環境じゃな。なかなか存在感がありますね。開発中、ウプ主は展望台と呼んでおったが、見た目の通り展望台みたいな作りになってしまったな。形を出すのが結構大変だったみたいですね。両脇の階段から出入りが可能じゃぞ。カロンは移動してないときは、基地みたいなもんじゃからな。周辺警戒や作戦会議などができるように、すっきりしたスペースにしてみたぞ。あ、なんかちょっと明るいですね。一応ここから操船も可能なんじゃが、船内設備の操作や管理がメインの使い道になるじゃろうな。ああ、DLC で追加されたブリッジウィンドウブロックを初めてまともに使った気がしますね。いい感じの見晴らしじゃろ。しっかり機密もしてますね。船体内側の車両デッキも見れるから、まあ活用方法は、サバイバルしながら考えていく感じかな。丸投げかよ。それと、仮想への入り口がこの展望台の下にあってじゃな。第二環境ですよね。ここから仮想の生産設備区画に入ることができる。残量の香りがする通路ですね。狭苦しいように見えて、スペースは余裕があるから、サバイバルを進める上で必要になったら増設や改造をする形になるかな。また丸投げですか。まあ、この仮想部は出口がいろんなところにあるから、通路代わりに結構使うことになるかもな。むさ苦しい感じがしますね。いやさすがに仮想は仕方がないじゃろ。あ、明るい。まあ、有効活用してくれたまえ。それと、後部の航空機ドックについてなんじゃが、ここはその根元を部屋にしてあってじゃな。各種生命維持装置やプログラムブロック、タレットコントローラーを揃えた制御室になっておるぞ。随分細長い部屋ですね。あ、でも天窓は結構いいかも。まあ、浮いたスペースの有効活用といった感じかな。ここなくした方が広くなりそうですけど。こういった配慮懸念にというのじゃ。その割に、LCD パネルにテキストで作業のメモ書きがしてあったり、使い方を後からひねり出した感がありませんかね。バカもん、正直紹介することが多すぎて、ウプ主の体力が尽きそうなんじゃ。
そのことに配慮せんか。いや、いらないでしょ、そんな配慮。ふむむ。まあでも、主要な設備の紹介はここまでじゃな。結構大変でしたね。2週間だと詰め込むのはこの辺が限界かな。そこそこ頑張ったんじゃけどな。まあ、そういうことにしておきましょう。ふう、さすがにこもりっぱなしで設計してたから、結構疲れたわい。なかなか盛り込めた感じですね。実際のところ、細部の調整がまだ終わってないから、設計完了はもうちょっと先じゃな。これまだ設計終わってないんですか？一応、基本的なところは終わっておるがな、テストと修正がまだ終わってないし、紹介できてない区画もあったりするからな。まだあるの？もうすぐお盆休みになっちゃいますよ。そうじゃな。それまでには設計を終わらせておこうとは思っとるよ。まあ、頑張ってくださいね。私はお盆休みを満喫したいんですから。は、何言っておるんじゃお前。へ？お前にはこいつの、溶接作業が待っておるじゃろうが。お盆休みなんてないぞ。は？本気で溶接するの？これを？